俺のこと見殺しにしようとした。違う、ただ俺さ、分かったんだ。ここで生き残る方法、生贄を差し出せばいいんだ。したらしばらくの間あの音は聞こえなくなるだろ。何言ってんの、そんなわけないでしょ。さあ次はどっちにしようかな。先生、先生早く、先に行きなさい。先生、私がかかってきなさい。ちょっと待て、まずはお前か。先生、イサヌキトンネル。